では今日もよろししくお願いしますえー、今日のテーマです、ね、はい、葬式をしないと亡くなった人は悲しむのかというテーマなんですけど、すごく不謹慎なテーマで恐縮なんですが、はい、まあ最近、親族が亡くなっても、まあ、お通夜や葬儀といった儀式を省くといいますか、やらない人も増えているそうで、はい、まあ亡くなった方のことを考えると、悲しんでるのではないのかなって思うんですけど、はい、まあ改めてう和尚さんの視点で、葬儀などの儀式はどんな意味で重要だと思いますか。 やっぱりその例えば親であったりとか兄弟であったりとか友達であったりとか、まあ、人生一回ぽっきりのお別れの儀式だと思うんですよね。うん、やっぱその人の生き方その人の今、うん、人生を過ごしてきた中で最後にこの世を去るでこの世を去っていくときにやはり周りの友達であったりとか兄弟であったりとか仲の良かった人たちにお見送りしてほしいと思うんですよ。うん でも今は何、ね、かこう一人でね「もう俺は一人でいいんだ」とか「私は一人でいいんだ」っていうふうに言われる方多いですけどでも亡くなっていく時はもちろん一人かもしれないですけどそこに関わってくる面倒を見てくれる人っていっぱいいると思うんですよやはり。ただ一人で亡くなってもその例えば火葬火葬場に行って焼いてくれる人もおればそれをまた 後を始末してくれる人たちもいるし、まあ、そこにほったらかしするわけにはいかんからね結局は関わってもらわなきゃいけないわけじゃないですかということはやはりそのお別れの儀式としてはあちゃんと人にお見送りしていただくっていうことが一つの成仏につながっていくかなと思います、うん、か葬儀を省くっていうのはもちろん今多いまあ宗教離れとかいろんなことがあってねだけど そのお金がかかるかるらとかかかかかららななないいよりも気持ちの方が大切じゃないかな、うん、だか葬儀っていうのは、えー、通夜告、ね、別式で一番最初にやるのが枕行って言って枕行は何するんですかって言ったらやはりね亡くなったよっていうことを自覚させてあげるためにお香の匂いを嗅いだり例えばお経を聞かすとかそういったこと人間って細胞だけで言うなら耳はね 亡くなってても、心臓は止まってても、まだ耳は聞こえてるって言われてるんです。<laughs> だから、そのお経を聞かせてあげることで、ああ、亡くなったんだなっていう自覚を入れる。我々もいっぱい経験してます。あ枕木を上げに行って、なんか苦しそうなお顔されてるんやけど、そのお経を上げてあげると、だん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 穏やかな顔になっていかれる。で、綺麗なお顔になっていかれる方って結構いらっしゃるんですね。だから、やっぱりそれを実際にやってると。 まあ葬儀っってていうのって大切ななんやなと一つの儀式としてお別れ式って思ってもらえばやっぱりそのあの,あの世っていう世界に旅立っていくのにこれ宗教関係ないと思うんです私はだから仏教であろうが神道であろうが、まあ、いろんな宗教であろうがやはりどの宗教だって別れの儀式っていうのがあるようにですのでやっぱ大切な人ほどお別れの儀式っていうのはしていただいた方が うん、個人も安心してお休みできるんじゃないかなと思います、はい、改めて生きてる側の身としてもその葬儀はもういいからねってこう言うのもまた一つ良くななないことなのかなってそうですね自分がそれでいいからねって言ったら自分もそういうふうな見,見送り方をだから寂しくないですか。ね自分が例えばお子さんがいらっしゃる例えば友達からも、まあ、最後にね だからこうお別れして欲していと思うんですよ、ねうん、なんか一人で亡くなっていくのってほんと寂しいと思うんですよい若いうちはねそんなどうでもええわとかって思われる方いらっしゃるけどやはり自分が自分の親をお見送りする時とか身内をお見送りする時にもういいわってやってしまうと自分の子供からもそのようにされるんじゃないかななんかそれって寂しい気がしますね。 やっぱ大切に受け継がれてきたもの、うん、だからどこの国行ってもそれはあるわけですから <laughs>、うん、そこはねあのやっぱり日本人として捨ててほしくない文化じゃないかなと思います。 そそういうい意味で確かにつながりっていう意味でもやっぱ自分がしてきたからしてもらいたいというか、まあ、してもらうことに抵抗がないというか、はいはい、自分が全くそういうのをしなかったらいざ自分が亡くなるときにもうして,してきてない分やっぱしてても確か言えないなと思うの、ね、です、ね、そういう意味ではもっとやっぱり自分たちもどんどんちゃんとしていくっていう意識を持っていけば、はい、これからの子孫にもこう繋いでいけるのかなって思いまうすね。 だからお金がね。やっぱり高いとかそういう問題があると思うんですよ。でもね。お金がなくても、あの本当に私らなんか頼んでいただいたら本当あの気持ちでお見送りさせていただくんで、なんか葬儀っていう儀式だけはなくしてほしくないですよね。私もあの基本、こういう相談事とかが多いんで、お葬儀っていうのはあの本当たまに頼まれた時にしかやらないですけども。 でもやっぱりお葬儀っていうのはお別れの式っていうのはこうしんみりとその個人とのお別れができるっていうその場だけですのでねで一生に一回生まれて一生に一回死んでいくっていうのが人なんでそこでお見送りしていく「さよなら」って言える「ありがとう」って言える感謝の気持ちだと思うんですよ。それががででききなないいいっっていうことはやっぱ子孫も感謝ができない っていう,ふうなことが伝わっていくんですねっていうことは今当たり前に使ってる道路であったりとか水道蛇口ひねったら水が出ますよとかスイッチ入れたら電気つきますよとかってこういうのも当たり前かもしれないですけどもやっぱり我々の先輩方がそれを築き上げてきてくれたからここに今があるわけじゃないですか。そここまでも粗末にすることになっってていくんですね、うん、っていうことは自分たちもまた子孫から感謝もされないような。 尊敬もされない。敬われない。そういった国に変わっていくんじゃないですか。そういうことがもうすでに始まってる気がするんですよ。だから葬儀だけじゃなくって全てのことにおいて、感謝や尊敬や敬うっていうことがなくなってくると、やっぱ人と人っていうのはその心や感情。またその何て言うのかな？その気持ちを失っていってしまうんじゃないかな。 それが子孫に伝わっていくって考えるとねまあ争いごとの世界であったりとか、まあ、修羅って言われてる争いごとの世界とかまあ本当に餓鬼珍味毛陵って言われてるようなもう自分のことしか考えないような人たちばっかりにが溢れてしまえばやっぱり国は良くなくなると思いますし世の中っていうのはどんどん衰退していくんじゃないかなとははいいいありがとうござますはいありがとうございます。 you leave me notes before you leave and lipstick on the bathroom mirror the way you love could part the sea i'm thankful that you want me dear do you think about how these paths will lead us to somewhere do you think about traveling and growing old 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございますオンラインサロンご祈祷の予約各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます詳しくはねそちらをご覧ください皆さんとまたお会いできる日を楽しみにしておりますありがとうございました